新幹線700系電車の渦、電流ブレーキ装置渦で円流式、ディスクブレーキとは、主に鉄道車両で使われる電磁ブレーキの一種である。車軸に取り付けた円盤を電磁石で挟んだブレーキ装置で円盤が回転すると、電磁石により円盤の表面に渦電流による磁束が発生して、電磁石の磁力と、 渦電流の磁束との間で吸引力と反発力が作用することにより円盤の回転方向とは逆の回転抵抗を発生させる。大型自動車で採用されている電磁式リターダと同様のシステムであり、作動に必要な電力については発電ブレーキまたは電力回生ブレーキで生じた電力を利用する。モーターを搭載しない付随車に採用され、 日本の新幹線車両では、東海道新幹線開業以来の0系、および200系の全電動車構成とは異なる、非電動車を組み込んだ編成とした100系において初、採用された。利点としては、モーター非搭載の車両にも、搭載可能で、非接触式のブレーキのためブレーキディスクのような、摩耗する部品や、ブレーキパッドも不要である、点、他の電動車の発電ブレーキ、 改正ブレーキとの制動力の均衡化がしやすいことなどが挙げられる。その反面、強力で大型な電磁石を必要とすることから、重量が交流モーターより重くなるため、車両全体の重量増につながること、そして電力改正できないばかりか逆に電力を消費するため省エネルギー性に難があるという問題がある。そのため、JR 東日本で、 1990年に製造された2 0 0ッジ編成では16両編成のうち2階建ての付随車を2両組み込んでいるがディスクブレーキを車軸に2枚設置して制動力負担を分散させ高速域から機械式ブレーキのみで減速する方法が取られている1994年に製造した E1K 以降の新幹線車両においては 電動車の電力回線ブレーキに遅れ、米制御を追加し、回線ブレーキの負担率を上げることによりブレーキ力を確保しているため、付随車に渦電流式ディスクブレーキを搭載していない。なお、東海道、山陽新幹線用に開発された N700 系の先行試作車にも、完成前の計画では、両先頭車に搭載される予定であったが、 電力回生ブレーキの性能向上と電動車の比率の増加によって必要なブレーキ力を電動車の回生ブレーキのみで確保できること、また、車体傾斜を車両単位で精密に行うため、位置検出のズレの原因となる車輪空転を完全に抑える必要があることから、仮に装着しても緊急制動時以外は使用できないため、実際には搭載されなかった。鉄道のブレーキで、 同じく渦電流の作用を利用するものとして、渦電流式、レールブレーキがある。渦電流式、ディスクブレーキが、車軸に備えたディスクに渦電流を発生させているのに対し、渦電流式、レールブレーキではレールに、渦電流を発生させるという点が異なっている。ありがとうございます。